独立行政法人、経済産業研究所の研究。どういう人々が新型コロナワクチンの接種をしたがらないか、インターネット調査による検証ということで、えー、まあ、お医者さんがね、えー、こう研究した論文によると、えー、結論。女性、低学歴者、低収所得者、予貯金額の少ない人々、うつ傾向がある人々、 えー、は、えー、ワクチン接種を接種しないつもりと答えて、えー、それは多かったと。えー、その、そういう人たちが多かったと。ちょっとも、もう一回言います。女性、低額歴者、予貯金額の少ない人々、全体的な不安傾向がある人々、新型コロナの恐怖が小さい人、痩せている人、無駄で少々多かったと。で、高齢者、夫婦のみの世帯、 高血圧か脂質異常症の人々、再重視する情報源が定備の人々、他人を信用する人々で少なかったということですけれども、えー、っと、要するに、えー、低額歴者とかですね、予償金額が少ない人、収入が低い人っていうのは新型コロナのワクチンというのを打たない傾向があるということで、ちょっとね、なんか元も子もない、えー、意見だなというふうに思いました。そのアンケート自体は世論誘導はまあ確かにね。 記事は Yahoo ースに載ってるんですかちょっと記事はあ貼っときましょうかね、これはね。うん、記事見てみたいです、えー。女性っていうのが不思議だけどね、やっぱりワクチンっていうのに対して拒否感を覚えるのかな、うんうん、なんかすごい悲しい論文ですけどね。 まあでも、ワクチンっていうのは多くの人がね、打てば、その個人が打たなくても、済むからね、済むというか、まあ、収束するから、まあ多くの人が打つんであれば61、61%ぐらいの人がね、打つと回答しているので、まあ、新型コロナ自体は、ね、収まっていくのかなと思いますけどね。 まあもちろん論文のね、えー、その、大好さんみたいにこう、断言するわけではないんで、論文のね、えー、こう、解釈というのも様々ありましょうし、えー、論文の正当性自体もね、えー、その様々ありましょうし、追証でね、えー、違った結果もあるということは、申、え、し、ー、添えておきますということで、今貼りました。はい。